うわ、ドラゴン？怖がらないで、安心して、僕は帰ってきたよ。あいつ、ドラゴンと話してる？うん、話してる。うわー。So Paimon will do her best to be a great guy. かわいい。Paimon、ミヤモン。うわー、あ、すごい、街がある。Verb types and the present tense. In my lesson, we learn about a dozen verbs that describe basic human actions. These are often called action verbs. And the present tense of these verbs either means 1. That a person habitually or regularly engages in these activities. Or 2. That a person will, or is planning to, perform these activities in the future.Habitual actions. 私はよくテレビを見ます。I often watch TV. みやもんは時々朝ごはんを食べません。みやもん sometimes doesn't eat breakfast. Future actions. 私は明日東京に行きます。I will go to Tokyo tomorrow.みやもんは今日うちに帰りません。みやもん will not return home today. Hi guys, it's みやもん. Today we're gonna use present tense and future tense and play Genshin Impact for the first time. じゃあ行きます。あ、始まった。うわー、ワクワク。Genshin Impact はね、視聴者さんが進めてくれたんだよね。So, what you're trying to say is that you fell here from another world? But when you wanted to leave and go on to the next world, your path was blocked by some unknown god? Outlanders, your journey ends here.Who are you? The sustainer of heavenly principles. The arrogation of mankind ends now. 人間じゃないのかな？おお、すごい。ちょっとニーヤオートマタみたいだね。選ぶんだ。女の子だよね。名前？そりゃミヤモンでしょう。オッケー。ミヤビモンスター、ミヤモン。イーサー。あ、お兄ちゃん。兄弟なのかな？似てるよね。うわーすごいね。グラフィックが超綺麗。すごい。どういう力？あ、やっぱお兄ちゃんなんだ。 And just like that, the god took away my brother. Some kind of seal was cast upon meme. And I lost my power. So whilst we used to cross world after world, we are now trapped here. じゃあ彼らは人間じゃないんだね。で、空から来た？神様なのかな？あ、でも神様がお兄ちゃんを奪ったなら、彼らは人間じゃないけど神様でもないんだ。ふんふんふん。なるほど。How many years ago was it? I don't know. But I intend to find out. After I awoke, I was all alone. Right up until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. So Paimon will do her best to be a great guy. かわいい。Paimon, Miyamon.
should head off. Let's get going. はーい。あ、走れる。お、走れる。あ、体力があるんだね。すごい綺麗。うわー。お、え？お、攻撃できる。なんか可愛いけど。ごめんね。はーい、あっちに行きます。パイモン、これは何？テレポート。あ、そうなんだ。ちょっと待って、日本語にしたいな。はい、じゃあパイモンについていきたいと思います。ダッシュ。ほうほうほう。あ、いた。あ、なにこれ。あー、欲しい。あ、行っちゃった。なんかさ、すごいさ、ゼルダのブレスオブザワイルドに似てない？登っていくか。登るにはスタミナを使う。回復には時間が必要だ。なるほど。じゃあルートを決めたら出発だ。目指すは七天神座。この世界にいる七柱の神のうちどれを探してるんだ？どれを探してるの？あ、サンセッティア。なんだろう、美味しそう。なんか本当にゼルダみたい。これさ、料理できるのかな？ゼルダみたいに突貫突貫カッチンって。マッシュルームだ。切れるのかな？おお、切れた。松茸じゃん。え、めっちゃ高級なマッシュルームだよ、松茸は。お、これはミント。うわー、あ、すごい、街がある。うわー、行きたいな早く。すごい。あれが七天神像だぞ。あ、なるほどね。神をかたどった像は七神の象徴としてこの大陸に点在してるんだ。ほうほう。七つの元素の神のうち、これは風を司るものだな。お前の探してるのがこの風の神かどうかは知らないけど、風神の領地に連れてきたのにはちゃんとした理由があるんだぞ。え、何の神様だっけ、最初に出てきたの。ほら、言葉は歌となり風と共に流れるだろ。その中にきっとお兄さんの情報があると思うんだ。もちろん神が答えてくれるかはやってみないとわからないけどな。よし、急ごう。はーい、行きます。お、あ、なに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 、あ、あ、殺しちゃった可愛かったのに。おい、どこに行くんだ。オイラのところに来てくれ。つい癖で切っちゃった。何だったんだろう、タヌキ。楽しい。泳げるぞ。お、どうやって泳ぐの。あ、泳げる。着いた。七天神像。あ、これは妖精なのかな、彼女は。パイモンも。お、マップだ。
え、今真ん中にいるんだ。最初海だからこっから来たよね。で、おー、町に行ける。はい、オッケー。どうだ、この世界の元素を感じたか。うん。どうやらお前は心臓に触れるだけで風の元素力を手に入れられるみたいだな。へえ、すごい。この世界の人が力を得るにはお前みたいに簡単じゃないんだぞ。へえ。うん、だってお前はこの世界の人じゃないからな。あ、そうなんだ。ここから西へ行くと自由の都モンドに行けるんだ。モンドは風の都市で、七神の中で風神を祀ってるんだ。心臓から力を得られるお前ならそこで神の手がかりを入手できるかもな。お、それとモンドには吟遊詩人がたくさんいるからお兄さんの情報が手に入るかもしれないぞ。よし、オッケー。じゃあ行くか。この世界の元素はお前の祈りに応えたいい兆しだとオイラは思うぞ。はい。ん？え？何？いや、セーフ。お？あ、R2 ね。おお、すごい。おお、すごい。強い炎？これ風なの？オッケー。まだか。お。あー、すごい。竜巻だ。七天神像にもらった風元素の力だ。すごい。パイモンは戦わないんだ。あ、松茸。松茸。あれ、さっきもしかして松茸取り忘れてたな。はい。お？はい。ちょっとよくわかんない。体力が回復するのかな。パエモンどこ行った？パエモンどこ？こっちか。なんか癒されるね、この景色。お、スイートフラワー。あ、え？何？すごい。震えてる。なんかでっかいやつが空を飛んでるぞ。森の奥に行ったみたいだ。気をつけて進もう。いつか戦うのかな、あんな強そうなのと。これ倒していいのかな、倒せるかな。やってみよう。行け。いいね、いいね。わっ、これさ、注目できないのかな。お、お金だ。ほう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 、 XP の代わりになるんだね。はい。ちょ、あ、何これ。あ、走れない。はーい、あれ、オッケー。どっち、こっち。わー、結構遠くまで来たな。いて、早い。早いな。お、なんだこれは。
マッシュルーム。なんかワクワクするね、新しい冒険の始まりって感じで。あ、見ろよあれ。うわ、ドラゴン。怖がらないで、安心して、僕は帰ってきたよ。あいつドラゴンと話してる？話してる。うわー、やばいやばい。男の子？あ、この人は人間じゃない。来た、やばい。あ、行っちゃった。何だったんだろう。危なかった。吹き飛ばされるところだった。お前の髪を掴んでおいて助かったぜ。髪掴んでたんだ。かわいい。さっきは何があったんだ。食われるかと思ったぞ。本当だよね。あのドラゴンと話してたやつが関係してるよな。そうだね。普通じゃないよな。なんだあれ。赤い光だ。あの石、赤く光ってる。近くで見てみようぜ。オッケー。気をつけろ。嫌な感じがする。何？お、取れた。こんな石見たことない。危ないってことだけはわかるな。とりあえず回収しておくか。よし、回収完了。オッケー。お、レベル上がった。で、こっち、あれ、パイモン。あ、ねえ、あんた待ちなさい。お、誰誰。女の子だ。活発そうな女の子だね。風神のご加護があらんこと。私はセピロス騎士団の偵察騎士アンバーよ。アンバー。あんたモンドの人じゃないよね。身分の証明はできる？落ち着いて。怪しいものじゃないんだ。怪しい人はみんなそう言うわ。 Hello, I'm Miyamon。 ここら辺の地域じゃ珍しい名前ね。どこでも珍しいと思う。それからそのマスコットは何なの？エマージェンシーフード。全然違う。ココイカじゃないか。かわいい。とにかく旅人よね。近頃モンド城の周辺で大きな竜が出没しているの。だから早く城に入った方がいいわ。あ、さっきの。そうだ、ここからモンドまでそう遠くもないし、ここは騎士の務めとして城まで送ってあげる。お、エスコートしてくれるの？任務があって城を出たんじゃないのか？もちろん任務もあるわ。でも安心して、任務を行いながらでもあんたたちの身を守ることくらいはできるから。いいね、心強いね。それに怪しいものを放っておくわけにもいかないからね。ごめん、優秀な騎士にあるまじき言動だったね。謝るよ。見知らぬその尊敬できる旅人さん。ぎこちない。本当だ。騎士団ガイドで決められた言葉に不満でもあるの？騎士団ガイドとかあるんだ。準備完了。お、新しいキャラクター。え、変えれるんだ。お、
おー、出た。ねえ、得体の知れない旅人さん、何しにモンドへ？こいつは遠い遠い旅の途中で兄と離れ離れになってな、オイラはこいつと一緒にその兄を探してるんだ。へえ、家族を探してるのね。そうだ、今受け負ってる任務が片付いたら城内にお知らせを。そういえば任務って何なんだ？試合をしようよ。見ればわかるわ。あ、こっちか。お、何これ。壊せるかな。お、アイオンチャンプ、鉄の塊。何に使えるんだろう。大きいな。こんなにたくさんどこに入ってるの？頑張れ。よし。他人も多数出るし、騎士団はその被害から守らなくちゃいけなくてね。だからこいつらの活動範囲もだんだん城の方に。そう。でも今日また一つ巣を片付けられたから進展はあったわ。さあ、よかった。私についてきて。真面目で優秀な騎士があんたたちを城まで守ってあげる。みんな自信があるね。お、これ壊せるのかな。おお、やった。これは、お、フルーツだ。よし、お、ついに町の方まで行けるんだ。やば、どんな町なんだろう。オランダみたいだよね、今のところ風車があって素敵。よし、じゃあ、That's all for today. Thank you so much for watching my video. I'm on Patreon, Twitter, and Instagram, so follow me there too. じゃあまたね、バイバイ。 So, 皆さん、 That's my video for todayIf you enjoyed it, please give me a thumbs up or iine down below. Be sure to subscribe to my channel for more Japanese fun. If you have any questions, feel free to ask me on the comment section. じゃあまたね。 See you next time.